ごぼうたっぷり鶏ハンバーグを作ります。玉ねぎ4分の1個、ごぼう 80g、人参 20g、生姜1かけ、25回ぶんぶん引っ張ります。鶏ひき肉 150g、醤油大さじ1、塩適量、卵黄1個、マヨネーズ大さじ1、15回ぶんぶん引っ張ります。フライパンにサラダ油適量を入れ、ぶんぶんした種を形を整えながらフライパンに入れます。焼き色がついたら裏返し、蓋をします。中まで火が通ったら完成です。